超名門ブガッティが作り上げた今世紀最高傑作と謳われるスーパーカーベイロン。市販車にして16気筒4ターボ1001馬力使用、驚異の性能で最高速407キロを記録した正真正銘のモンスターである。タイヤをはじめあらゆるパーツを厳選素材で構成、専用設計された究極の完成度を誇る。車両価格1億7900万円、全てが常識を超える正室の名車を富士に持ち込み、その真の姿に迫る。ドリームマシンブガッティベイロン。厳しい寒さの続く富士スピードウェイ、そこへ姿を現した一台のマシン。これまで我々が取材してきたマシンとは明らかに一線を画す特別なオーラを身にまとう。数あるスーパーカーの中でもこのマシンだけは別格。現在人類の持ちうる全知全能をかけて製作されたマシンとどれほどのポテンシャルを持つのか、業界関係者も思わず注目するほどのマシン。取材の規模は1台のマシンに対しては異例。そんな緊張感の中、雑音が響く。お、そうそう、俺の出番だな、これな。この俺のためにな、珍しく最高の車を。おい、俺はどうすればいいんだよ。おい。雑音を排除したところで早速撮影開始。ナビゲーターはこの男。さあ、ちょっとこの今日ね、撮影現場緊張感がしております。なんか観客も多いですしね、かつてないなんかこうスタッフの数と、メンバーで、撮影に来てるんですけども、まあ、ビデオオプションじゃこんな車を紹介するなんてことはまあ二度とありえないかもしれないんですけども、日本人がちょっと作れないこの車をですね、じっくり堪能して皆さんにお届けできればと思ってます。1909年イタリア人エットーレ・ブガッティによって設立されたブガッティ社は、主に高性能スポーツカーやレースマシンを製作した。ブガッティ初の市販車 T13 をはじめ、彼の作るマシンはパーツにアルミを取り入れるなど時代の最先端を走っていた。当時ブガッティの誇った主なマシンとして1000レース以上で勝利を収めた T35 グランプリカー、12763cc という史上最大エンジン搭載の T41 ロワイヤル、ブガッティ製として710台と最も量産された T57 などがある。がしかし、映画を誇ったブガッティもエットーレの後継者ジャン・ブガッティの事故死、さらには第二次世界大戦によって幕を閉じる。それから時を経て1987年、イタリア人実業家ロマーノ・アルティオリがブガッティの商標権を手に入れ、1991年に V12 エンジン搭載の EB110GT を発表する。が長くは続かず1995年に倒産。そして1998年、フォルクスワーゲングループが商標権を買い上げ、2005年のブガッティベイロン発売へと連なるのである。世のスーパーカーが霞んで見えるほど唯一無二の存在、ブガッティベイロン。デザイン責任者はかつてアウディで活躍し、フォルクスワーゲンに移ってからニュービートル、ルポなどを手掛けたハルトムート・バルクス。ボディは強度と重量を考え、カーボンファイバーとアルミ合金で作られている。車重は2200キロ。時代の最先端を走ることを至上命題とされたブガッティの名に恥じぬその性能は、0・100キロは 2.5 秒で到達。全世界300台限定で販売されるこのマシンは、選ばれし者のみが手にできる至高の存在なのである。
その極上マシンの手綱を握るのがこの男。アキラって何者だって人にご紹介。オリドと組んだストリート86チームミトナットでは、街中を暴走しオートサロンで昔を懐かしむ。国内最高峰の箱車レース DT 選手権では、レース中に火災発生、マシンもろとも火だるまになるものの、眉毛を焦がしただけで無事生還。その2年後、同じく GT 選手権で今度は土煙を上げる。無残にひっくり返ったレースマシン、アキラはというと笑ってやがる。運がいいのか悪いのか、この男に全てを託す。ちょっとさ、かっこよく決めてんだから、え、ちゃんと紹介してよ。頼むよ、本当に。それでは早速マシンをチェック。さあ、まずはですね、この車をぐるっと、紹介していきたいと思うんですけども、まずこの見た目ですね、このデザイン。基本的なデザインはですね、日本でいうとこうモーターショーなんかに出てくる、とてもちょっとこう世の中に出てきそうもない車を実際にこう作ってしまうというのは、このブガッティ社の特色で、昔からこんな車ばっか作ってるんですね。これちょっと GTR に似てるんですけど、これ GTR がただパクっただけだと思います。こういうデザインというのはやっぱりもう最初に出たものを日本車がほとんどパクってます。ブガッティの特徴というのは、このグリルとこのエンブレム、これが特徴です。さあ、室内に乗り込みましたけど、まあとにかく狭いですね、これね。室内もやっぱりデザイン、ものすごくデザインに凝ってます。これ、まあ、これもすごく、印象的なんですけど、ブガッティは必ずこういう扇形にね、削ってあるデザインを必ずどこかしら使うんですね。かっこいいです、このブガッティの鍵ロゴが入って、これもアルミの削りですね。これここもちゃんと磨きが入ってます。1億円の鍵で、こっちがですね、まあ、1億円以上ですね。普通のフォルクスワーゲンの鍵似てますね、これね。開き方も一緒です、これなんだけど、値段がやっぱり重要で、こっちはもう1億円以上の車で、これがまあ300万ぐらいの車ですね、これね。あとはですね、最近スポーツカーは全てこのパドルシフトになってます。あの細かい性能的な面でいうと、すごくシンプルにできてて、難しい車じゃないです。さあ、そしてですね、実はこの普通のイグニッションキーではなくて、ここにもう一つ鍵が挿すことになっております。この車の後ろからこの宝石箱を取り出します。開けると中からこの鍵が出てくるんですね、これ。でこの鍵をですね、ここに挿すようになってます。これを挿して回すとモードが変わるんです。ジェームズ・ボンドとかね、007に出てくる隠しネタですよね。こう物が分かってる人がこう作ってるなっていうのは、これだけで分かると思います。デザインと空力を両立させたエア、さらにヨーロッパ最高基準のボディ剛性は、400キロオーバーの超高速走行時でも車体を安定させる。燃料タンクは100リッター。ちなみに前回走行時の燃費はリッター 0.8 キロであり、このタンクがおよそ12分で空になる。もちろんエクステリアのみならず、インテリアも超一級品。職人が一台一台仕上げた主力の一品は、素材からこだわりを見せる。乗るもの全てに息を呑ませるコクピット、革張りのステアリングの中央には、創業者エットーレ・ブガッティに由来する EB のロゴを刻む。まさに超高級スポーツカーにふさわしい雰囲気である。メーター類はタコメーターを中心に、左下から時計回りにパワーメーター、水温計、燃料計、スピードメーターが配置される。パドルシフト、ウインカーレバーなど、他人からは見えないところにもアルミを使うなど、その仕事に抜かりはない。センターコンソールには上から順に時計、ハザードボタン、オーディオ、エアコン、そしてシフトレバーが並ぶ。扇形の文様が美しい。シートはスポーツタイプとコンフォートタイプの2種類から選べる。撮影したのはコンフォートタイプ、もちろん革張りである。セミオートマのためスーペダル仕様。ルームランプは LED を使用。高貴な光が室内を青く照らし出す。運転席脇にはオプションキーの差し口、パーキングブレーキのスイッチ、
キーはメインキーとオプションキーの2本。メインキーはアルミ削り出しに革張り、中央にブガッティのロゴが三千と輝くスーパーカーにふさわしい代物。通常使うことのないオプションキーは特製のキーケースに収納される。続いては走行性能。さあ、そして、何がすごいかと言いますと、やっぱりこのエンジン、昔からブガッティは必ず車をリリースするたびに世の中が驚くようなこうエンジンを積んでくるわけですね。このエンジンも16気筒というね、まあ、ちょっとこう車に16気筒のエンジンなんて本当にあるのかって皆さん思うと思うんですけども、実際にあるんです。16気筒のエンジンにターボが4つついて、メカ好きの人間にはたまらないちょっとこう趣味性の高いエンジンですね。まあ、馬力は1000、交渉は1001馬力って言ってるんですけども、実際おそらくもっと1000馬力以上のパワーが出てると思います。で、しかもこれむき出しです。外に出てますエンジンが、環境にですね対応するのかなんて全く考えてないです。デザインした人が、俺はもうこういう車を作りたいんだ、出したいんだっていう、もうその自我だけでこうやっぱ車をこう出してこれるっていう、すごい素晴らしさがあると思います。さあ、そしてこのタイヤホイールですね。ちなみに値段は、タイヤだけでおそらく200万ぐらい、でホイールタイヤセットにするとおそらく500万を超えてしまうんじゃないかと。でその奥に見えるブレーキ、まあ、このブレーキもですねカーボンブレーキなんで、1台分おそらく全て交換すると200万近くするんじゃないかと。車が先にできてしまって、この400キロに耐えれるタイヤっていうのがまだ実在しなかったんですね。それをミシュランが、研究に研究を重ね、唯一この車には履けるタイヤはこのミシュランの専用タイヤです。1001馬力、トルク 127.5kg を発生するフォーターボ W16 型8リッターエンジン。 W16 とは V8 エンジンをさらに V 型にしたレイアウト。6500回転からレッドゾーンとなる。エンジンのフロント側にある7速デュアルクラッチトランスミッションは 0.15 秒という驚異的な速さで変速する。ちなみにフルタイム4輪駆動である。奥にいる人間と比べるとエンジン、ミッションの大きさが分かる。その大パワーを受け止める足回り、ブレーキ、タイヤはどうなっているのか。まずは走りの要、足回りから。前後ともサスペンションはダブルウィッシュボーンを採用する。ホイールには軽量素材であるマグネシウムを使用。1001馬力、2200キロの車重を制御するブレーキシステムはフロント8シリンダー4パッド、リア6シリンダー2パッド。ベイロンのためだけに設計されたミシュラン製ランフラットタイヤ。400キロオーバーを保証するタイヤのお値段は1台分で200万円オーバーである。